映画で言いたい放題。行ってみましょう。はい、行ってみましょう。まず、まあ、これはですね、もう、本当に、ハッパゴーゴーっていう、映画がきっかけだったんで、はい、正隆先生にもなんかすごい長い感想を書いていただきまして、いやいや、どうもありがとうございました。いや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 、すごく面白くて、で、それで、まあ、なんか、その時に一番聞いて一番気になっていたのが、ウルグアイに行かれたことがあるってことです。はい、そうですね。2016年ぐらいだったと思います、ね。ええ。僕、その時ですね、仕事を、まあ、その、定職を辞めて、いろんな国を旅行して回るっていうことで、一番遠いところに来たかったんですよ。はい。地球の裏側どこだろうと思ったら、そのブラジルとか、はい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 、アルゼンチンとかなるじゃないですか。南米ね。はい、南米の。はい。で、パタゴニアに行きたくて。あ、ということでアルゼンチンですね。はいはいはい。はい、で、パタゴニアが行って、で、ブエノスアイレスにやっぱたどり着くわけですよね。はいはいはい。で、ブエノスアイレスである程度なんか時間があって、で、そこをこう川を渡ると、そこはウルグアイの首都。モンテビデオ。ですですです。はい。フェリーで渡られたと。あ、そうだと思いますね。海、川というかもう海みたいな大きな川を渡って、はい、なのでちょっと一回行ってみようかなと思って、まあ、全然そのタイマーのこととかも知らずに、プラッと行ってみたっていう。あ、じゃあその時は全然、解禁とかなんかそういうことは全然知らず。あんまりそうですね。意識してなかったと思いますね。行って気がついたみたいなことだったと思います。あ、そうなんですね。たまたまです。だからおー、なるほど、なるほど。で、そうなんですよ。だから、あ、そういうこう、なんですか、じゃあ、一番遠いところっていうので行かれて、はい、パタゴニア。はい。で、そっからこう。ついに足を伸ばしたっていう。たまたま足を伸ばしたっていう感じです、ね。はい、はい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 。で、どれぐらいいたんですか？でも、2週間ぐらいいたんじゃないですかね。なんだかんだ。ウルグアイに？ウルグアイに。結構楽しくってですね、ずっとモンテビデオにいたんですけど、まあ、たまたま泊まった宿も、そのなんかそのスモーカーフレンドリーみたいなところで、うん、まずレセプションの女の子がね、行ったらジョイント巻いてるみたいな。ああ。で、自分もマテチはやっぱりウルグアイの人。はいはいはい。すごくよく常に持ってるんですけど、そこにそのタイマーカッパを入れて、ヒッピーマテだ、みたいな。そういうことは、そうなんだ。そうですね、してるようなところでですね。あ、そうなんだ。そっか、ウルグアイってタイマー。ご法なんだっけみたいな感じでですね、うんうんうん、非常になんか驚いたような記憶が。へえ。じゃあそれは割となんかこう旅行者っていうかなんかバックパッカー用みたいな感じ。そうですね、若い子たちが多くて。ああ、なるほど。でイスラエルとかから来てるような人とかですね。うん、ねアメリカ人もいたし。でもすごいちっちゃい町なのによく2週間こう。なんかね何をするでもなく、うん、文章書いたり。あ、海もありますしね。休みもありますしね、うん。スパゲティ茹でたりしながら。スパゲティ茹でた。そうですね。物価がすごい高かったのは驚いたんですね。あ、そうです。ね、ウルグアイって日本よりもパスタ作ろうと思ってスーパーで買い物すると。すごく、そうです。ウルグアイとチリは、まあ、経済的には安定してるんですけど、でも物価は高いですね、他よりは。で、中南米で何かトラブルにあった時に警察に行って物事がいい方向に進む可能性があるのは、ウルグアイとチリだけだと。あ、そうですね。いうふうに言われてましたね。はい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 、そうですね。特に警察ね、特にそうですね、メキシコとかはあんまり当てにしない方が、っていうよりも、行った方が、物事が悪くなるっていう。悪い方向にしか行かないっていう。そうそうそう、そう。余計にちょっと、複雑になるっていうね。ウルグアイでは警察に行っても良いという話だったんですけど。まあ全然そんな危ないこととかもなくて。いや、ウルグアイと本当に、比較的安全な。またこう、比較的っていうと、俺はなんか、カツアゲされたとかっていう人出てくるんで、あれなんですけど。いや、でも全然、ね。比較的安全ですね。ね。ベネズエラなんかと比べたら。ああ、もうそりゃそうです。もうメキシコとかと比べても全然安全。で、だ当時、僕が行った時、大麻事情に関して言うならば、うん、栽培は OK だったけど、はい。もう、花穂になったもの、できたものを売買するのはまだダメだったんですよね。2016年ね。はい。はい、だから、何かというと、ヘッドショップっていうんですか、はい。栽培グッズとか、種とか売ってるお店はあるけれども、ね、そこでだからみんな、仕入れたものを自分の庭とかプランターで育てて収穫してやっぱ吸わないといけないと。はいはいはい、あ、そうですね。ウルグアイは最初は、なかなか、映画でもあったんですけど、合法化したのは良かったんですけど、なかなかなかったんで、みんなで育てましょうっていう感じ。すごいな。それがだからなんかその発想として、日本と全然多分違うだろうなと。いわゆる、なんていうんですか北米圏というか、英語文化圏というところだと、
ぱりね、日本、そういう国だと、やっぱその、まず利益になるものを囲い込んで、売る人がいて合法化されるという形になりそうですけれども、とりあえず合法化したけど売っちゃいけないって言ったら、誰かのその経済的な利益をがっつりっていう形じゃないわけですよね。うん、あ、そうですね。そうそうそう。で、みんなだから結果的に、その、若い子たちが、土いじり、し始めるみんなそういうガーデニングみたいなのして、僕はここのどこどこの種で、みたいなことを言い出して、で、うちは母さんがダメだから、みたいな。しょうがないから友達同士で交換するとかして、そういうなんかその、有機的なつながりの中でしかの、まあ、タイマーが手に入らないっていう。そう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 。だから自分で、6、8まで OK とか、なんか決まったんですね。で、あとは、そうやって自分の、親が反対するとか、そういう人たちのために、神田ビズクラブっていうのがあって、うんうん、で、それは、45人集まったら一つのクラブができる。で、その中でみんなでお金を出し合って、畑を借りて、そこでみんなで育てて、みんなで分けてっていう。非常にだからそのコミュニティみたいなものをね、こう、そうそうそう重視する形になると思うんですよ。はい、はい。友達と一緒じゃないと育てられないとか。そうそうそう、だからみんな。今みたいなその世の中ね、一人一人がこう部屋にこもって、で、こう、いわゆるそのね、薬物っていうもののイメージ、うんうんうん、誰ともつながらずに、隠してこっそりっていうのと、ある種真逆？あ、そうですね。開かれたっていうか。そう、開かれた。すごく。っていう形なんだなと思う。あとやっぱりその、ね、農業、土尻に戻っていくっていうのが、やっぱムヒカ大統領だからこそなのかなっていう。そうそうそう。で、映画の中でもね、かぼちゃを召集に、ね、そう、あげるみたいな。かぼちゃ。逆だと思いますけど。もう、そうなんです。だから、こう、いっぱいあるからって。そう、大統領自らやっぱりかぼちゃ作ってるっていう。そうですね、農業を作って。農業をやって、で、今はなんかそういう、まあ、教えたりとか、子供たちにやってるみたいですけど、そうなんですよ。だからこう、我々といえども、なんだろう、こう、その、バイバイだったらなんとかっていうよりは、まずは、これをみんなで合法化したんだから、その、手に入れる方法を考えましょう、みたいな。すごく、根本的なところからなんですよね。でも、すぐ、アメリカだったら絶対に、すぐ大きな農場で。そうですよ。ていうか、まあ、まずそういう、だから利益を囲い込みたい人たちが、その法律を作るっていう、うん。あ、そうなんですね。で、っていうの順序がその物事の逆な意味。あ、そうそうそう。っていうか。今でも全部逆になっちゃってますよね、なんかね。そうですね。いろんなことが。全部まずは利益からみたいな感じのところで言ってる。そうじゃないんだなっていうことが、やっぱすごく衝撃的だった。っていうのは、そのなんか、ラテン文化自体がそういうところがあるのかなと思っていて。そうですね、割と。例えば、ベノスアイレスだって、はい。いわゆるその、ウォーターフロントの、日本人のお台場みたいなところを自然公園にして、そのまま行ってるじゃないですか。はい、はいはい。あれに僕結構衝撃を受けて、日本人がもしこの持ちを持ってたら、まずあそこを多分バーッと埋め立てて、高層マンション建てて、商業施設にしちゃうと思うんですよ。うんうんうん。それはでも、あのまんまそのね、こう、誰にも、でも経済的に利益にならないところにしておいく。うんうんうん、っていうこととか。公園ね。まあまあ、その後ろには立ってますけどね。後ろには立ってますけれども。ね、そうそう。はい、でも、なんていうかね。あとね、サンデーマーケットとかに行って、うん、みんなクリエイターズマーケットみたいな作ってるもののクオリティも非常に高くて、はい、まあ、ご飯も美味しくて、本屋さんの数もいっぱいあって、サッカー強いじゃないですか。はい、文化的に非常にそのなんか先進的な風に見えるけど、時々紙幣が紙くずになるんですよ。そう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 。時々ね。うん。ええ。だからそういうなんかその優先順位みたいなのが違うんだなっていうふうに思いましたね。うんうん、そうですね。お金儲けよりも大事なことがあるっていうか。そうやって言われれば。もちろんだから儲けてる人はすげえ儲けてるんですけど、うんうん、でもなんか全体、社会全体の感じっていうのが、まずなんかこう、自分たちがまあ何したいかっていうことですよね、うんうん。で、それは、何なんだろうな。つまりそれってなんかニューヨークの雰囲気となんか似てるのかなって思ったんですけど、他のアメリカではちょっとわかんないですけど、ニューヨークであれだったのは、みんななんかこう自分で物を作ったりとか、演奏したりとか、なんかする人たちに対してのすごく、まあリスペクトみたいなのがあって、で、それでなんか銀行員だったりとか、証券会社とか、トレーダーみたいな人たちがすごいお金儲けてるのに、なんかすごいこう自分たち、なんかこう、こうじゃなかったのに、みたいな、こう、卑下したりとか、なんかそっちの方、みたいなのを、こう、ニューヨークで、こう、20年ぐらい前に、こう、感じたんですけど、でも、そういうことも、ラテンアメリカって、いや別に、人はしたいことをすればいいんじゃないの？みたいな。だから、お金儲けたい人は儲ければいいし、そうじゃない人は。価値観が、だから、いろんなね、軸があるというかですね。あ、そうですね。だから、みんながこう、
しなきゃいけないっていうのはないんですよ。でしなきゃいけないって言った瞬間にみんなバーって外れていくんで。しなきゃいけないって言われた瞬間に。なので、すごいこう、だからいろんな、同じその国の人でもいろんな考え方があるので、いて楽なんですよね。なんかこう、隙間があってこう、息がしやすいっていうか。そういう感じなのが、こう、私の中でラテンアメリカなんで、だからこう、だからまあそういうところの映画を、やればみんな少しは息抜きできるかなと思って。そうですね。そのラテンのノリみたいなものが日本には圧倒的に足りてないっていうような気はするんですよね。僕も。なんでしょう。だからすごく、なんていうのかな、でも明るいんじゃないですよ。ラテンだからみんな明るいっていうんですけど。明るいっていうわけではない。うん、ラテン、っていうのは、もう本当に言うと、一番多分苦しいところのどん底だったりするんですけど、うん、だからこそみたいな、この半分開き直りとも言える。ネガティブの先のポジティブとでも。あ、そうですね。もうここまで行ったから、みたいな。だからこう、みんなだから、いろいろ、キューバとかですね、そのアメリカが、こうやってアメリカとの国交が、回復しそうな時だったりとか、みんなもう、バーンって、ありったけのお金で、車をこうやって綺麗にしたりとか、もうこれから、うん、でもそれもずっと続くとは誰も思ってないんで、うん、儲けるときに儲けるぜみたいなのはすごいあるんですよ。でもそれ以外にずっとこうやって、何ですか、レンガ積んでるおいちゃんとかは、おいちゃんとかは、あれですね、どっちかっていうと、いろいろ考えたら頭が悪くなるからって言ったりとか、だから何か決断するときにはそんなに考えるなとか。なるほど。そう、本能で行けみたいな感じの人とかいるんですよね。だから、そういうので、あ、そっか、ってウルグアイに行かれたからそういうとき分かったんだなと思うんだけど、でもそのときにはもう、なんかこういう、なんか医療体制ってやってらっしゃるんです。あ、でも本当その、時の旅とかのが影響が非常に大きいかなと思って、その時だからちょうどウルグアイに行く前は北米に行って、シアトルから、ね、はい、ずっとカリフォルニア、LA まで電車で下ったりっていうことをしたんですね。おお、うんうん。そうすると、西海岸は全部やっぱ合法になっていて、はい、イチローがプレイしてたシェスコフィールドの隣に、はいはいはい、タイマンディスペンサリーがあって、そうなんだ。そうですね。ロックサイドっていうお店があったりとかですね。で、実際に LA とかですね、皆さんこう、使ってるっていうのを見ると、あ、そうかと思って、うん、別に日本で思ってるものとやっぱりね、こう全然温度差が大きくある。ああ、なるほどね。で、僕自身はそのね、タイモっていうものに対してそのネガティブなイメージは持ってなかったんですね。はい、まあ昔やっぱ音楽聴いてたものとかで、例えば最初遡るとブランキー・ジェット・シティさんがですね、僕中学校の時に洗礼を受けてるんですけど、はい、プラネタリウムっていう曲があって、はい、プラネタリウムでっていうですね。葉っぱを決めたって言うんですけども、ああ、なんだ、その頃は何か分からなかったんですけど、あれタイマーの話なんですよね。とか、まあ、遡ってみると、井上陽水の夢の中へ。はいはいはい、夢の中へ、そうですね。そう、あれもタイマーの歌だった。あ、そうなんだ、知らなかった。そうそう、探し物は何ですか、うん、見つけにくいものですか、カバンの中も机の中も探したけれど見つからないのにまだまだ探す気ですか、はいはい、あれより僕と踊りませんか、夢の中へ夢の中へ行ってみたいと思いませんか、うふう、あれ家宅捜索を受けた時とかですよ。え、そうなんですか。らしいです、らしいです。逮捕されてますね。あ、そうなんだ。村井さん逮捕されてます。なんか忘れてたっていうか、そうそう、なのでですね。まあそういうなんかこう、まああって、で、まあその後僕、このパンクバンドとかをしてたりとかして。パンクバンドやってたんですね。それこそ、まあ高校生の時に、まあ結果的に技術がないとパンクになるじゃないですか。そんなこと言ってね、なんで。技術がないとパンク。まあ、ニルバーナとか、はいはいはい。ヘッドとか、そういうのを聞いてて、うん、で、まあ、ボブ・マーレーとかも聞くようになって、はいはいはい。っていうので、まあ別にね、まあ誰もね、その、タイマーのことを悪く言う人はいないわけじゃないですか。その場合は、ね、うんうんうん、やっぱヘロインはやめた方がいいなとかいうね、うん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 、話はあるんですけれども。まあそういうある種のドラッグリテラシーというものを学んでいたので、あんまりそのね、ネガティブな印象はなかったけれども、うんうん、ですね。まあ実際にその医薬品として使われるっていうことを知ったのは、ナショナルジオグラフィックスで特集があって、はいはい、
った。ああいうのを見た頃ですか？それの時僕ちょうどニュージーランドに行って。ええええ。あれだからね。あれも2000何年だったのかな？ちょうど16とかか。ああ、そうなんですね。ね。で、ニュージーランドの本屋さんで、あれそんな特集。今日はナショナルジオグラフィックスだって。あれ、実家は撮ってたので、ずっと。なるほど、ね。え、そこからですか、じゃあ。そうですね。で、それを読んで、ああ、そうなんだ、医薬品として使うんだと。まあ、その時だから僕の人生もね、あるし、その、一回、夏休み、長い夏休みを取って、いろんなところをうろうろしながらさ、これからどうやって、こう、暮らしていこうか、生きていこうか、と思ってた時期だったので。それでも、あれですよね、正岡先生で医学部出て。あ、そうですね。もう医師免許持って3年ぐらい働いた後ですね。3年ぐらい働いて、はい、珍しいですよね、その。そうですね。医師で3年働いて。看護師さんは結構多いんですけど、仕事辞めて旅行に行く人。お医者さんは少ないです、ね。少ないですよね。やっぱりよりそのなんかこう、スクエアの度合いが高いんだと思うんですよ。そうするとなかなかその、まあ、いわゆるキャリアを外れるみたいな。はいはいはい。で、もう教育じゃないですか。まあ、あると思います、皆さん。だからね。でも、一回辞めてみたら実は全然、勉強があるからすぐ戻れるので。ああ、なるほどね。あんまりそんな恐れることは何もない。で、そう、あの、いろいろ世界回ったのはどれぐらいの期間回ってらっしゃるんですか？あの、出たり入ったりしたのは2年ぐらいなんですね。あ、そうなんだ。その当時、だから東京の病院とかでその救急外来の仕事とか、はいはい。を帰ってきてやっては、はいはいはい、それでまた旅行に行ったりとか。旅行に行ったりとか。で、そのカンボジアでちょっとクリニックで働いたりとかさせてもらったり、インドにマラリアの臨床研究手伝いに行ったりとかしたり。おー、なるほど。いろんなことしながら、ね、旅行してっていうのことですね。してた。なるほど。じゃあ、それで、そういうふうに、なんか、だって一番初めにこう、これを、なんか、まあ、葉っぱ5号って、まあ、ウルグアイのことなんだからと思ったんですけど、その、公式ツイッターに来た方見たら、はい、あ、なんか、みんなそういう、こう、いろいろ、すごい関心が高いっていうよりも、ちゃんと広報化しようっていうか、特に医療大麻とかを、うんうん、こう、ちゃんと使おう、あの、こう、を広報化しようみたいな感じのが、こんなにいるんだと思って。そうですね。あの、どうしても表には出てきづらいけれども、インターネットの匿名の空間の中には、ある程度そういうことを言う人がいる、うんうんうん。なるほどね。え、でも先生は割ともう、全然。そうですね。僕は顔出しで本名を出して。でもそういう人の割合はやっぱ少ないですよ。あ、少ないんだ。顔出しで本名でやってる人、日本にいる人っていうのは。ああ。まあ、どうしても手元にね、そういうものを持ってる人の割合が多いので。うん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 、うんね。あ、じゃあ、そっか。ガサが入ると困る。あ、来られると困るからってこと。そういう人はやっぱ顔出せないじゃないですか。おお、なるほどね。よっぽど、それを売りにしてるような、そのね、こう、アーティストで。うんうんうん、例えば、ね、もうラッパーでみたいな人とかは別としてですね。うん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 。へえ、あ、そうか。だからあんまりみんな割と匿名なんですね。と思いますね。だから今回、その、そういうところで、ほうとかって思ったのは、まあ、私、割とその、ラテンアメリカもそうなんですけど、その、まあ、そのアメリカとかヨーロッパの、そういうこう、今こう変わってきてる変化みたいなのがやっぱりニュースとかに入ってくるので、そういうのを見てるとすごくみんなこう大麻の、うん、あの医療、特にあの何ですか、末期がんの疼痛緩和とか、うんうんうん、そういうことにすごく積極的にこう使おうとしてるところが多くて、で、あのそのウルグアイもあの6月、今年の6月に初めてあのドイツに医療大麻を輸出するような。そうなんです。なったんです。なるほど。うん、そう。で、そういうふうに、今までだから、それをやっぱりまた調べてみたら、ほとんど今までのその医療大麻と呼ばれてるもののシェアってほとんどがイギリスだったんです。イギリスで作ってるんです。本当ですか？うん、イギリスが、シェアの6割だったみたいで、だから、あ？イギリスってそんなになんか、タイマータイマーでなんか出てくることなかったのになって思いながら、うん、すっごい不思議で、うん、だからこう産業としてとか、もうさっき言われたお金儲け、利益をどう出すかみたいなところではこうやられてることって多いんだろうなって思うんですけど、なんかこう、日本ってそういうこう、可能性とかってどうなんですかね？今あの、北海道のあの、農家さんが、なんか、はいはい、裁判されてるじゃないですか。そうですね。ね。自分でタイマーを栽培して、まあ、こう、タダであげたりとか、格安で売ったりとかしてた人が逮捕されて。でもあの人もだから自分、なんか辛かったりとか
した人を見たりとか、自分がそうだったりとかしたから、こう始めたっていう。そうですね。まあ、もともとは多分ね、その北海道に生えてる。まあ、そこに生えてるっていうのが。ね、だって、そこに生えてるものをやっぱりこう積んできてっていうのは、別になんかそれが犯罪になるっていうのはちょっと実感として分かりづらいと思うんですよね。分かりづらいですよね。普通の行為ですもんね、だってね。まあね、なんかあって、まあ自分でだからそのね、取ってきて、次にじゃあ取ったもの、種をまあやっぱりまいたりっていう、まあね、農業してきたってなってくると。そう、巻きますよね。そうそうそう。で、だんだんだからそれが、なんかある種エスカレートしていくと、最終的にはその明らかにその営利目的に栽培してるみたいな形で、言われて逮捕されてしまうんですけれども。でもこれ、営利目的だからじゃないですよね、別にね。単に。まあ本人はそうですね、そういうなんかこう、別にそれで利益を出そうと思ってたわけじゃなくて。だって普通にいろんな野菜とか作ってらっしゃいますもんね。うんうんうん、まあブロッコリーを営利目的に作ってると。ね、ブロッコリーはね。ねうん、ですけど、タイマーは別にそういうことじゃなかった。うんうんうん。しちゃってますね。ね。まあでも日本のでも産業の上でも、その、可能性としてタイマーを育てて、っていうのは、十分いい話だと思っていて。うんうんうん。で結局、その今、地方っていうのはどんどん衰退していって、うん、若い人たちは、ね、残らない。大学から進学して、そのまま帰ってこないっていうことが問題になってますよね。うんうんはい、なぜ帰ってこないかって、産業がないわけですよ。うんうんうん、自分たちのその、まあ、お金をしっかり稼げて、やりたいような仕事っていうのがないから、ねうんうんうん、どんどん東京とかばっかり人が増えて、で東京はね、人口過密で、っていうことになっている。だから、地方にやっぱりその、本質的にその新しく仕事やりたいような若い人がやりたいような稼げる仕事っていうのを作らない限りは、本質的に解決しない問題だと思うんです。もう、それはもう絶対あれですよ。そのさっきのブランキージェット、元ブランキージェット室の中村達也さんと、うん、が、と話した方がいいですよっていうのは、あの方は、自分のインスタグラムの中で、自分で自撮りしながら、やっぱり地方再生は大麻とか栽培してさ、とかって言ってたから。そうですよ。まさにだから達也さんの言う通りで、ね、いや、大麻っていうのはやっぱそのね、単位面積あたりの売上高がお米とは比べ物にならないぐらい、2桁ぐらい違うわけですよね。そうなんだ。休耕田になってるのはだってお米作ったって、その生活できないんですよね。でも、その嗜好品としての大麻とか、医薬品としての大麻っていうのは、ものすごく高い値段で取引今されるわけじゃないですか。今だって闇だからじゃないんですか。闇だからだけど、それを合法化したとしても、ほら、グラムで、映画で言ってたのグラムで1ドル。1ドルですよね。1グラム1ドル。1グラム1ドルだったら、じゃあね、1キロ作ったら、10万ぐらいになるってことじゃないですか。1ドル、そうですね。ですね。うん。ほら、1キロってだって別にね、じゃあここの字では何キロ作れるかって言ったら、ここでだから何本 ?1,2,3,4,5,6,7,8,10 本じゃここに栽培したら1本が2キロ。花穂の部分でちょっとぐらいが空いてられるかわかんないですけれども。まあでも、おそらくお米を作るよりもそれでも全然高い値段になると思うんです。そうなのか。そういうものをね、国内需給もそうだけれども、海外だと輸出していく。例えば医薬品にしていく。そうですよね。ということになれば、地方に住みながら、子供たちを二人大学にやれるぐらいの、生産ができる給料が、お金がもらえるっていう、そんな農作物他に多分ないんですよ。あ、そうなんですか。なんかすごい、栃木の方で、やっぱりこう、こう、もう、はいはい、タイマーのをやめた方、栽培やめた方ってやっぱり大変だっていうのが。あれはだから、今の法律のもとだと、繊維しか取っちゃいけないんですよね。あ、そっかそっか。花穂の部分は畑から出せないから全部捨てないといけないんですよ。なるほど。繊維を取ってても、結局使い道っていうのは、その神社で、はいはいはい、締め縄とかにするとか、いう話なので、限られてくるんですよ、ね。医薬品とか、嗜好品にはできない。ああ、なるほどね。もったいない。なんか、そういう意味では。だから、そういう使い方をすることによって、ね、実際にだからね、景気が良くて、アメリカではグリーンラッシュと。そうです、グリーンラッシュですよ、今。ゴールドラッシュ以来の、ね、カリフォルニアで特に好景気であるということで、グリーンラッシュというあともう、もうカナダも、そういう研究だったりとか、企業、スタートアップがすごい多くて、今一般の人に回らないぐらいになってるっていう、不足してるっていうニュースがこの間ありましたよね。実際だからね、大企業とカナダの企業を提携して始めて、コカ・コーラさんとかね、マルボロさんとかそういうところと一緒に商品開発をしたりとか、あと、カナダの企業さんはアメリカの株式市場に上場して資金調達したりできるようになって、その結果ね、ティルレイという会社は
さっきのその世界の CEO の給料ランキングで、ね、テスラモーターズのイーロン・マスクに次いで第2位だったんですよね。それであれですか、今、あの、テックカンパニーの人たちが、こう、動いてるんですか、なんか。まあ、お金になると思って、やっぱり、その。だって、ヤフーの元執行委員とかも、あの、移りましたよね。うん、みんなそれは知ってる話ですよね。大麻産業にね。うん、今、ないところに新しくマーケットができるから、やっぱりその、先駆者利益っていうのはとても大きい。あ、やっぱりね。ですよね。じゃあ、それに何、何その恩恵に預かれるのは、本田圭佑ぐらいってことなんですか、ね、まあ、みんな、あの、日本で株買えばいいのかもしれないですけど。ああ、そうか、そうか、そうか。なんか、本田圭佑が出資したっていうね、そうそうそうね、ニュースがあったんで。でも、できればね、そういうのを、だから、日本の産業として、こう、やれればですよ。今、なんか、イノベーションとか言ってるのにね、もうそこにあるの、うん、あって、なんかやろうとすればできるのにっていうとこですよね。結局、でもね、あの、速度が大事なので、ね、そういうの取りそびれると、スマートフォンのマーケット、日本は負けたじゃないですか。負けましたね。同じようにしてね。ああ、なるほど、ね。いろんなもので、どうしていくのか、ね。どうしていくのか。やっぱりスピード感が大事だと思います。ああ、そうですね。私もそう思います、本当に。農林水産省の方、厚生労働省の方。ええー。もう厚生労働省の方は、まとりにお金使ってる場合じゃないですよね。うん、だからね、そういうふうにして、こうやってることによってビジネスのチャンスをむざむざと潰しているというふうに。ね、思っていただけるといいけれども、まあ、あんまり そこまで、誰も国のこととか全体のこととか未来のことを考えてないんじゃないですか。ああ、そっか。まあ、とりあえず自分の、うんうんうん、身の回りの。人気の間、良ければいい。ああ、良ければいいっていうね。でも、あの、それで、あの、この間、なんだっけな、言われた、今、ウィズ・ア・ピープル。はい。日本名は何でしたっけ？大麻が救う命の物語。大麻が救う命の物語。あれをあのネットフリックスで見たんですけど。ありがとうございます。はい。すごく、もう本当に子供の、あれですよね、たちのがんだったりとか、子供をまあ中心にして、物語が進んでいくっていうか、まあ、物語っていうよりもこうドキュメンタリーなんですけど。そうですね、ノンフィクションですね。でも、ね、焦点が当たってるのが子供たちっていうのがすごいなと思って、やっぱりみんな、そうやってこう、藁をもつかむ感じで、で、すでにその中でも、その、大麻を使おうと言ってる人たちの中でももうなんかこう、すでにこう、ちょこっとこう、いろんな圧力が見えるみたいなのまで、すごくこう、ちゃんと、なんていうのかな、それを礼賛するんではなく、礼賛だけではなくて、いろんな問題点も定義されてる。感じに思ったんですよ。みんな、その人に合った、パーセンテージだったりとか、THC と CBD のその割合だったりとか、みたいなのを、すごくこう、やってたじゃないですか。そうですね。その一言で、だからその医療大麻という言葉だけは一応日本でも聞くようになったと思うんですけれども、うんうんうん、その実際の、こう、姿っていうのは、全くイメージできないと思うんですね。ですよね。で病院でその処方されてるわけではないんですね、アメリカにおいては。代替医療として使われていて、でそれがその結構その皆さん、自分自身で DIY 精神に基づいて、自分で買ってきて、自分で量を調節したりして、うんうんうん、まあ、こう自分でオーダーメイドみたいにして医療を作るっていう、うんうん、まあ、そういう姿がまあリアルに描かれているっていうのがまああの映画の実際のところで。そうですよね。だからそうやって、要するにこう、なんかその人に合った形でカスタマイズするじゃないけど、いろいろこう試行錯誤してるのがこう見えて、あ、その一言に医療テーマって言ってもみんなまだこの段階なんだっていうのがすごいあったんですよね。なんか、まだ試行錯誤できてるから。それはでも試行錯誤していくっていうのが本質であって、そうですよね。ね、精神作用があったりするものだったりするので、その、適切な量とかがある種自分で感じることができたりするので、その、標準医療の多分薬にもあるんですよ。きっと、人によって、量としてこれぐらい取った方がいいとか、この人は少なくてもいいっていうのがあるけれども、精神作用とかなかったらそういうのってわからない話です。そうですよね。まあ症状に合わせて、その、じっていくっていうことかするけれども、医療タイムはその要素が非常に強くて、うん、その品種の違いとかによって、ちょっと切れ味が違って、ね、で、自分に合うものがあったりして、量と品種を自分に合わせて使っていくことで、のオーダーメイドで医療を、まあ、作っていく。すごいなと思います。まあ、そういう、なんかこう、そしてそれが今のお医者さん主導の医療の枠組みとはまた別の形であるっていうのは、そこになんか大きな一つのその可能性みたいなものを私は感じています。そうですよね。あの中でも、本当に少しずつ、医師の方からこう歩み寄ってくる人
がこういるじゃないですか、自分も勉強したいっていう。それはやっぱりこう、あの、常に、あの、製薬会社が作った同じ分量の、その痛み止めだったりとか、あの、何、あの、もちろんその、いろんな、これは治療薬と言われてるものであっても、合う人と合わない人があるっていうのが、なかなかこう、あの、自分の手では ならないじゃないですか、なかなか。そのもう、すでにそうやって決められてれば、その分量とかはどうにかなるけれども、でもその点においては、なんかこう、マリファナっていうのは、その種類もそうだし、パーセンテージもそうだし、なんかこう、いろんな、こう、まあ、だからこそなんですけど、すごくなんかこう、丁寧にっておかしい、うんうん。その人にぴったり合って、副作用も少なくて、っていうようなものが、なんかこう、夢のような、こう、そういう感じができるんじゃないかみたいなね。これからね、またそういう、こう、知見が集まってくると、うん、この症状にはこういう品種がいいとか、また遺伝子、自分の遺伝子を調べて、この体質に対してこういう品種が合ってるとか、そういうことがだんだん分かってくると、どのカンナビノイドがこうどういう症状に効くとかですね、どのテロピノイドがどういう症状に効くとか、分かってくると、よりその、ね、こういろんな細かい調節に関して、症状が合いやすくなるっていう。そうですよね。可能性はあるんじゃないかなと。ということはもうどんどんこうね、みんなこうデータというか、そうですね。できるだけ、そうですね。多くのデータが必要なんだなと思って、まああの、ただなかなかその、ね、いわゆる標準的な病院で使う医薬品とは、その流通の経路が違って、特許が取れたりするものではないので、皆さんが、お医者さんとかが思うような、いわゆる大規模エビデンス、ですね。患者さんを2グループに分けて、実薬かプラセボかどっちが飲んでるかわからないような状態にして効き具合を見るみたいな臨床試験というのはなかなかそのお金がかかるんですよ、それが。そうですよね。それをお金がかかるもの、特許取れないものに関してはやれないんですよね。だしやる必要がないんですよ。要はあれはあの標準的な保険適用を目指すために、はいはいはい、医薬品の承認を取るためにやるものなので、代替医療のままだったらそういうことする必要はないんですよ、ね。そっかそっか、そうですよね。っていうことがね、なかなかね、そのね、伝わりづらいんですよね。その、代替医療というものが、この国ではやっぱり、その、あんまりその市民権を得てないし。割とみんな使ってるのにね、ま、やってますのにね、代替医療。まあ、グルコサミンとかの、とかですね。っていうか、あの、よくほら、あの、がん治療で、なんかそうやって代替医療に行って、死んじゃって、だから普通のことをやらなきゃいけないみたいな。でも割合としてはすごく少ないと思いますよ。そうなんですね。まあ、高いっていうのがある。普通のね、こう、標準治療を受けてた方が安く済むんですよね。アメリカは多分逆だと思う。あ、アメリカ逆でしょうね、多分ね。ね、あの保険持ってない人が3分の1で、はい、標準治療と代替医療で比べたら、ね、標準治療の方が高かったりするんですよ。そうか、そうか。だから、まあ、国民皆保険があって、非常にその標準医療へのアクセスがいい、ような状態なので、こう、なかなか代替医療の方に、必要性っていうのが乏しかったりするんでしょうね。ただそのいつまでもじゃあこの国民皆保険が維持されているのかというと、分かんないですよね。そうですね、それも分かんないですね。42兆円なので年間に、はい、それがなんかどっかのタイミングで民営化されるみたいな話になるかもしれない。でもまあ今まあそれもね、本当にちゃんと中をこうちょっと掘ってほしいなとかと思うのは、みんなあのロキソニンとか1ヶ月分とかって出されちゃったりとかするような病院とかが、その要するにいらないのにって、あれ痛い時に飲むっていう、なんかこう自分たちの中でも、なんか頓服の感じだったのが、なんか1ヶ月分だ、え、どうすんのみたいな感じとか、だからこう、そういう、要するにこう、なんかみんないろいろ、もちろん苦しいんだろうけれども、あの、そういうのを見ると。まあ、タンスにね、いっぱいあの、お薬とかを貯めてる人はいるし、まあそういう意味では無駄は多いけど、でも多くはね、その、医療費のほとんどは、もう終末期にかかるんですよ。最後。そうなの？人が亡くなる前の2週間とかにとてもお金がかかるんですね。え？ロキソニンなんだって一粒数円の話だから。そう、ロキソニン安いんだ。うん、いや、と、あの、アメリカでほら、フェンタニル中毒みたいなのがあったから、なんかこう、ロキソニンそんなにくれんのとかって思ったけど。まあ、でも、麻薬に関しては、あの、非常に厳しいので、日本ではそういうフェンタニルの問題とかほぼ起きてないです。オピオイド系がないって。オピオイドの消費資料とか処方量はすごく少ないです、アメリカと比べて。ああ、そうなんだ。でも、終末期というのは、でも、静かにこうやって、こう、行ければ一番いいんじゃないですか？
でもやっぱりその病院に救急車で担ぎ込まれてきたら、心臓マッサージをしたりとかね、うん、心臓が止まってたら、例えば集中治療室に入ってとか、点滴したりとか、いろんなことするわけですよね。ああ、なるほどね。はい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 、はい。なんでね、そういう時にやっぱかかる費用っていうのが割と多いと。最後2週間なんだ。と思いますね。今ちょっと調べないとパッとその数字は出ないですけれども、とにかく医療費のほとんどはその最後時期にかかる。でもそれが人生の最後かどうかやってみないと分かんない。そうですよね。やってみて救命できたら最後じゃないけれども。ああ、そっかそっかそっか。ということで、まあその、割とその日本、他の国のことはよくわかんないですけども、うんうんうん、とにかくやっぱりその病院に来たら救命するために全力を尽くすっていうのがあるので、うんうん、その結果、いいことなのか悪いことなのかわかりませんけど。なるほどね。そのお金の理由で、のね、治療を諦めるっていうことはあんまりないですよね。ああ、なるほどね。そっか、そういうところが違うんだな。うん、やっぱり。これからの展望としてはどうなんですかね、なんか日本での。日本での、ね、子供たちの転換とかに対して、うんうんうん、はい、その、薬品なら製薬のになったようなものを、臨床試験をやりたいねというような動きはあります。ね。まあ、それがだから実現するかどうか今調整中というだと思いますし。なんかこの間の、なんかニュースで、その、あの、治験がなくても、その子供用の転換の、あの、カンナミノイドから。取ったあの薬なんか治験がなくても OK みたいな感じのを OK っていうかなんかもう使っていこうみたいな感じの動きみたいなのなんかニュースで出てましたけど、本当ですか、なんか日経かなんかで知らないわ知らないわそうだからいやだからそうなんでそんなにそうやってぐちゃぐちゃ言うくせになんかそっちの方はそんな急ぐのってちょっと思ったことがあったんですよ。だってね、そんなにうるさいんだったらね、とか。治験せずに承認するってことはないと思いますけどね。それちょっとそれは、うん、どういったあれだったか。いや、なんか本当にちらっとツイッターで見ただけなんで、でも、あのニュース、あれでしたよ。あの、ロイターだったのかな。ロイターか日経かなんかわかんないですけど、ニュースのあれで出てたんで、後でちょっと調べてみます。そう。そう、よく、これででもね、すごくよくわかりました。なんか医療大麻という概念っていうのは。なんでまあね、日本でもそういうものが臨床試験をして、いい結果が出れば、うん、今のあの、大麻取締法があると、どんな形であれ、大麻のね、あの、花穂とかからできたものっていうのは、患者さんに投与することができないので、そこで大麻取締法を何らかの形で改正する必要が出てくると。なるほど。になると思います。なるほど。まあ、じゃあそっちからなんですね。まあ、もしくは海外からのね、事情が変わって、例えばアメリカ合衆国のルールが完全に変わって、外圧がかかってってことの方が早いかもしれません。ちょっとでもそこら辺のところはよくわからないですね。なるほどね。これからのこれからのことですよね。ね、なんと言ったってね、毎週何か新しいことがね、そうですね、ずっと世界中のどっかで、はい、起こってます。続けている領域ですので、これからも目が離せない。これからも目が離せない。ちょっと楽しみにしておきます。だからあの8月5日に、はい、あ、5日でしたっけ、なんかそうですね、ね、トークに出られるっていう。エビスのですね、リキッドルームの中にあるギャラリー、カタっていうところですかね。はい。今度、文藝春秋から真面目にマリファナの話をしようという本を出される佐久間恵美子さんという方とですね、はい、一緒に We the People の上映会を行って、その後、まあ、その、ポッドキャストの番組の公開録音というのに呼んでいただいて、はい、お話をすることになりましたので、ですね、概要欄にリンクを貼っておいてくれるのかな。そうですね。貼ります、貼ります、貼ります。そちらから予約できますので。はい、貼ります、貼ります。そして映画の話を最後にもう一回あるじゃないですか。え？あ、全然すごい、忘れてましたけど、葉っぱ55大統領。あ、じゃあちょっとそこ撮ってもらっていいですか。こんなボロボロでいいのかしら。これで、もしもこれを使う場合に、葉っぱ55大統領極秘指令。今、新宿、ケーズシネマ、で、1日4回上映していますが、これは8月7日までで、その後は1日1回になりますので、ぜひ公式ホームページをよろしくお願いします。します。ということで、はい、今日は、ということで、ありがとうございましたね。途中でいろいろ入っちゃいましたけれども、はい、どうなることやら、はい、1回上げてみますね。はい。はい、どうもありがとうございます。